fight for better days to come and carry us like wind in our sails。 はい、しおみです。今どこに来ているかというとですね、沼津です。沼津港ですね、港の方に来てですね、海鮮丼を食べようと思って来ました。今日はですね、緊急事態宣言も出ている、4月の29日、今ね昼の1時の55分、2時前ですね。2時前でも結構ね祭日もあって車多いです。はい、みんな何考えてるんでしょうねって感じでございます。まあ、とりあえずですね、海鮮丼サクッと食って海藻に戻りたいと思います。それではシュイ。レンで出汁汁かけてお茶漬けみたいに食べられます。あ、それ後で考える。もち考えてください、うん、はい、じゃあ沼津とりあえず一つね。はい、はい、とりあえずね、今日ね雨もそうなんですけど風がきつくってですね、沼津のね一番近いところかもめ丸さんというところで丼、食べてみました。多分ね、他のお店もねめっちゃうまいんやと思います。食べログの評価もいいとこ多いですし、はい、ということでですね、一回ですねもしあれやったらこの鶴ヶ湾のですね、グルメをね楽しみにね沼津港来られたらどうかなと思います。僕も2回目なんですけどいい感じでございます。はい、また今度はお酒飲める時に行きたいと思います。それではまた。シュイー。